平成30年9月9日鶴見緑地球技場にて X リーグディビジョン2ウエスト本日が開幕戦になります。第1試合目大阪ガススカンクス対磯野スーパースターズの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。ただいまグラウンド中央では両チームのキャプテン、バイスキャプテン、審判団によりまして試合前のセレモニーコイントスが行われています。コイントスでキックオフを選択したチームが自軍の35ヤード地点からのキックでゲームがスタートします。試合開始前のコイントスを行います。メインスタンドイエローのユニフォームが大阪ガススカンクス、バックスタンドホワイトのユニフォームが磯野スーパースターズ、イエローのユニフォームが大阪ガススカンクス、奥側ホワイトのユニフォームが磯野スーパースターズです。前半大阪ガススカンクス、レシーブ磯野キックオフ、大阪ガスリターンで試合が始まります。大阪ガススカンクスのリターン、ホワイトのユニフォーム磯野スーパースターズのキックオフで試合が開始されます。なお本日1クォーター12分の正式提示で行います。それではここでアメリカンフットボールのゲームの仕組みをご紹介いたします。